サー・オーガスタス・ヘンリー・グロソップ・ハリスは、フランス出身の俳優、オペラ工業主、劇作家。ハリスは、フランスのパリで、やはり劇作家であった同盟の父、オーガスタス・グロソップ、ハリスと、その妻で劇場の衣装担当であった旧姓、マリア・アンボーンの間の息子として生まれた。少年時代を、イングランドのロンドンで過ごし、12歳で学校に行くため、パリに戻った。その後、 パリとハノーバーに学んだ。俳優の道を志したハリスは、1873年には、マンチェスターのシアターロイヤルで、マクベスのマルカムを演じた。やがて、バリー・サリバンの下で働くようになり、さらに、ロンドンのシアターロイヤルの支配人、ジェームズ・ヘンリー・メープルストーンの下で、舞台主任を務めることになった。この劇場は、ロンドンのドルリー・レインにあり、 ドルリー霊園ー劇場とも通称されていた。1879年から、ハリスは、シアターロイヤルの支配人となり、現代パントマイムの父、アウグストス・ドルリオラヌスなどと称された。ハリスは、ジャン・ドレスケ、ネリー・メルバ、エマ・イームズ、エマ・カルベを世に出した。ハリスの最初のパントマイムの演目は、青髭、その次は、40人の盗賊であった。1887年から、 シアターロイヤルでグランドオペラの工業を始め、その成功を受けて、以降、オペラの工業に力を入れた。ロンドン、ブロンプトン墓地にある墓標、ハリスを記念したシアターロイヤルの噴水版。ハリスは晩年、政治に関心を寄せ、1890年にはストランド地区から選出され、ロンドンカウンティカウンシルの議員になった。ハリスは、 翌1891年には州長官に任命され、シティオブロンドンの副党官となった。1891年にハリスは下級君尺師の称号を授与され、エキセントリッククラブの議長となった。ハリスは1896年にイングランド南東部ケント州ホークストンに埋葬された。1881年11月9日、ハリスは フローレンス・エジ・カム・レンドルとケンジントンのレッドクリフ・ガーデンズにある聖・ルーク教会で結婚式を挙げた。花嫁を引き渡したのは兄、フランシス・レンドルであった。式は内輪に行われ、挙式後すぐに二人は十字発の急行列車でパリに向かった。サー・オーガスタスの死後、フローレンスは1904年10月24日にエドワード・オコナーテリーと再婚し、 バーンズで挙式して、その後も当地に住み続けた。フローレンスは1914年9月5日に没した。ドルリーレーンのシアターロイヤルには、公的資金によって作られたハリスを記念する噴水版があり、フリーメイソンであったハリスにちなんで、メイソンの様々なシンボルが施されている。ありがとうございます。